ダラス・フォートワース国際空港はアメリカのテキサス州ダラスとフォートワースの間に位置する国際空港である。総発着数では世界3番目、旅客運送では6番目の空港である。敷地面積はマンハッタン島より大きくテキサス州最大、アメリカ全土でもデンバー国際空港に次ぐ広さの空港である。発着枠の7割が 世界最大手のアメリカン航空で占められており、同航空会社の要塞ハブ空港でもある。IATA 空港コードは DFW である。DFW はトリニティレールウェイエクスプレス経由でダウンタウンダラスとダウンタウンフォートワースの両方へ通勤鉄道によって接続している。1974年開港。それ以前は漁師が個別に 市営飛行場を持っていた。旅客数は、ダラス市のラブフィールドが、フォートワース市のミーチャムフィールドを圧倒していた。両飛行場は現在でも使用されている。5つのターミナルと7本の滑走路を持つ、東空港は、さらなる拡張も計画されており、計画では、最終的に13ターミナル260、ゲート滑走路9本を整備する予定である。しかし、 工事の進捗状況から完成は当面先のこととみられる。DFW でのターミナルは半円であり、空港の中央部の北南道脈道路を取り巻いている。1990年代後半までそれぞれ番号及び頭文字によって指定されるも、その後変更され、ターミナルでは現在 A から E までの文字が使われている。余談だが、ターミナルのデザインは、 日本の新千歳空港の国内線ターミナルを建設する際の参考となった。DFW のターミナルは旅客の車と航空機の間を最小に隔てるようになっている。このレイアウトのため接続機からゲートまで長く歩くことになる。アメリカン航空は接続を早くするためターミナル ABC 間にトラムと呼ばれる人員移動システムを運営していた。 しかしながら、老朽化やスピードの遅さを理由が課題となり、2005年度前半に5ターミナルを高速で運行するスカイリンクに置き換えられた。このスカイリンクは世界最速の空港内人員輸送システムとなっている。以下の 各ターミナルの航空会社一覧は2018年11月18日 https:/www.dfwairport.com/.airines/.index.php を参照。アメリカン航空は国内専用にターミナル C のすべてのゲートを運用している2005年7月、完成。国際専用に使用。 このターミナルは23ゲートがあり、298室のハイアットホテルが併設されている。他にダイニングルームとショッピング施設がある。ありがとうございます。